私は、経済学科の、教員の、今日司会とあと学科説明全体説明をします、横田と言います。よろしくお願いします。たくさんの人に来てもらって、今日は経済学科で、どういったところかとか、経済学科でどんなことを学ぶかとか、どういった大学生活を送るかとか、そういったことを、いろいろ、知って帰ってほしいなというふうに思います。今日、基本的には学生に、大学生にたくさん喋ってもらおうと思います。で、おそらく、先生の話をこういろいろ、聞いても、あまり、具体的な大学生活の、イメージで湧かないんじゃないかなというふうに思って、多分みんなの興味は、学生がどんな生活を送っているのかとか、この経済学科に入るとどんな勉強ができるのか、で、具体的にどんな勉強をしているのかというのは、興味が湧くし、具体的なイメージを持って、帰ってもらえたらというふうに思うので、今日は学生メインで、いろいろ話してもらおうと思います。で、その、話してもらうのは、後でも紹介しますが、大学にはゼミっていうのがあります。で、みんな、どうぞ。今、壇上に立っている、6人と、あとは午後、いろいろとキャンパスの、図書館とか、静岡ルームって新しい、演習室みたいなのができて、そこでこう案内をするのが、僕、横田の、指導している、学生、横田ゼミ生の、みんなです。なので、今日は横田ゼミの、精鋭メンバーというか、3年生、4年生が、いろいろとみんなの、お相手を、させていただきますので、よろしくお願いします。拍手をお願いします。はい、ちなみに、僕も、ここの卒業生です。経済学科、数年前に卒業して、母校に、教員として戻ってきました。ので、いろいろ、今日は在学生に聞いたりとか、僕でも分かることがあれば、聞いてもらえればいいなと思うので、それぞれのパートの後で、いろいろ質問タイムを設けるので、積極的に、質問していってください。じゃあ、学科の説明するので、学生たちは後ほどまたよろしくお願いします。で、今日の、プログラムは、まず、経済学科の、全体的な授業とか、入試とか、あとは就職状況の説明とか、そういったことをこう、20分、ちょっと話して、その後に、学生、から大学生活ってどんなので、サークルとかバイトとか、普段の生活、どういった生活を送っているのかというのを、話してもらいます。で、その後に、経済学科で具体的にどんな勉強をしているのかっていうので、僕もゼミで、やっている研究内容とか、そういったことを学生に、話して、もらおうと思います。で、その後に、全体的な、質疑応答、皆さんから質疑応答がなかったら、ちょっと回らない時間になってしまうので、ぜひ、いろいろと、発表とか、話を聞いている中で、こんなことを聞いてみたいなっていうのを、考えながら、聞いていってください。じゃあ、まずは、学科全体の説明を、僕の方からしていきたいと思います。で、静岡大学初めて来たっていう人。ほとんど。いいと思います。静岡大学は、基本的にオープンな大学なので、柵とか、そういったものはありませんので、来たい時にいつでも、来てほしいなっていうふうに、思うんですが、多分バス停から辛かったよね。ここまで上がるの。で、特に夏、この季節、ものすごく汗かいたよね。階段多い。で、坂が多い。なんでこんなところに立ってるのっていうのをちらほら、上がってくるときに、なんで山に建てたんだろう、このキャンパスっていう声が、僕も聞こえてました。で、ただ、このような、山のところとか森のところに立っているキャンパスって日本にそう多くはありません。で、今から作ろうと思っても作れないキャンパスなので、で、四季折々の、いろんな自然的な景観が、眺められたりとか、静岡市内をこう見れる、一大ビュースポットです。で、この、一番初めの、電気消してくれる。
一番ここの、まあ、表紙の部分は僕が、まあ、いろいろと時期、季節季節で写真をいろいろ撮ってて、で、まあ、夏とか春になると、まあ、桜がここは満開になったりとか、秋になると紅葉があったりとか、で、今の季節は新緑だとか、まあ、そういった風に、四季のこう季節感がすごく感じられるキャンバスになっているので、そういったことを、まあ、感じようとすると、この大学って、このキャンバスですごく、魅力的なキャンバスになるので、まあ、静岡市内とか、近くに住んでるよっていう人は、時々ぜひキャンバスに、来て、まあ、いろんな自然とかそういったものを見てほしいなというふうに思います。で、まあ、こういった、まあ、坂なんだけど、まあ、自然豊かなキャンバスにある、大学、経済学科でどういったことが学べるのかっていうので、まずは、さっきのちょっと、見づらかったビデオ、にもあったんですが、この経済学科の特徴って何ってなると、まあ、一番、僕が、強く推したいのが、経済学部ではない。で、多分みんながこう、受験とか、いろんな大学を、まあ、調べてる中で、何々大学経済学部と、経済学科っていうのがあるよね、きっと。で、ここは経済学科です。経済学部ではない。つまり、経済学っていう、この、コースが、単独では成立してない、存在してない、まあ、位置づけで、人文社会科学、人文科学と社会科学っていうのがあるんだけど、まあ、経済学は社会科学の方に入ります。で、例えば言語の方が人文科学とかに入るんだけれども、4つの学科からなっている、複合学部の中の1つの学科です。まあそういったところが1つ、静大の、この経済学科の特徴です。で、それって特徴なの。で、経済学部と経済学科何が違うのってなると、つまりみんなが、この静大の経済学科に入った時に、経済学だけしか学べないっていうことはない。多分、まあ、いろいろと、興味があって、どういったことを、勉強しようかなとか、どういった、大学行こうかなっていうときに、何かいくつか選択肢があって、その中で経済学とか、そういったものを選んで、まあ、入学してくる学生がたくさんいます。で、僕も実際に、まあ、浪人して入ったんだけど、現役の時は法学部、希望でした。で、まあ、経済学科に入って、まあ、ここには、他に3つの学科があります。言語、文化学科、法学科、社会学科。なので、経済学科の専門はもちろん、こう、受けないといけないんですが、他の学科の授業も受けられます。だから僕は法学の授業とかたくさん受けてました。なので、言語にもともと興味があって、でも経済学に進学しましたよ。でも言語、文化学科の授業、受けられるようになってます。だからそういった意味で、経済、学を中心に学びながら、その周りと隣り合っている、勉強というか専門の、授業も、たくさん受けられます。で、そういった、まあ、枠組みっていうのはちゃんと授業の中で作られていて、まあ、ここに、書いてあるように、せっかくポインターを持ってきたので、ここに書いてある学部共通専門科目とか、つまり学部で共通して、授業をまあ、提供しますよ。だから、いろんな学科の学生さん受けてくださいねっていうような、科目です。で、これは自由科目。名の通り、どんなやつ受けてもいいですよ。この、学科のみならず、静岡大学は他にたくさんの学部があるので、他の学部を受けてもいいですよ。で、他の大学の、ことを受けてもいいですよっていうような、自由科目の枠があります。よっ。あ、ちなみに、冷房、ここ、オンとオフっていう調節しかないので、寒くなったら、近くの学生に、寒いですって言ってください。で、まあ、喉渇いたりしたら、気兼ねなく、お茶を飲んでください。で、その中で、経済学科、3つの、分野に分かれてますよ。まあ、企業と経済分野。経済と政策分野、理論と情報分野ですよ。で、これどういうことかっていうと、
まあ、これはこの静大の経済学科で学べることに、直接、まあ、関係していて、多様なものが学べますよということです。で、まあ、結構、オープンキャンパスの申し込みの時に、まあ、質問とか書いてくれていて、この経済学科でどんなことを学べるのとか、どんなことを、どんな授業があるのとか、どんなことが自分たち、研究できますかっていう、まあ、質問があったんですが、これは、先生たちの専門にすごく関わってきます。つまり先生たちが専門にしてないやつは指導はできないので、授業科目になっていなかったりとか、さっきのゼミっていうやつで研究は、しません。で、なので、どんな先生がどんな研究をしているのかっていうことは、つまりどんなことを学べるのかとか、経済学科、この経済学科でどんなことが、まあ、研究できるのかっていうことに直結しています。で、まあ、そういった中で、まあ、大きく、先生たちの専門で分けると、この理論と情報分野と、経済と政策分野、企業と経済分野っていうふうに分かれていて、今、だいたい20人ぐらいの、教員が経済学科にいるので、こんだけの、専門、性を持った先生たちがいますよ。で、これに関わる授業を、この学科では展開しています。で、例えば僕は、現代産業論、まあ、後でゼミ生が、研究報告しますが、そういったことをこう、まあ、産業とか企業とか、特に地域の、産業、地場産業とかっていうのをやっています。なので、現代産業論っていう授業を持っています。で、まあ、例えば経済学科の1年生とかから始まるのミクロ経済学とかマクロ経済学とか、まあ、そういった専門の先生がいたりとかして、まあ、こんだけの専門性を、まあ、学ぶことができますよっていうのが、まあ、この経済学科の特徴で結構多様な、先生たちがいます。で、まあ、こういったものが、この経済学科の、まあ、一つの大きな特徴かなというふうに思います。で、じゃあ、具体的に、まあ、どういうふうに授業を、まあ、大学では受けていくのか。で、全く高校とは違う、授業の受け方とか、まあ、卒業の仕方なので、簡単に、それを説明していきたいと思います。で、まあ、高校の教室って全部同じ作りだよね。中学校もそうだけど、小学校も。まあ、時々、理科室があったりとか、まあ、実験室があったりするけれども、まあ、こういった、ものって大学の、いわゆる教室です。で、経済学科は、基本的に、この人文と人文社会科学部と、後でまた説明しますが、今日、そのみんなの、配っている、配布している資料の中に、キャンパスマップっていうのが、入っています。で、ぜひこの、オープンキャンパス終わったら、時間があったら、この大学のキャンパスをいろいろ巡ってもらいたいな。まあ、学生もそこに立っているので、まあ、そういった、ふうにキャンパスを知ってもらいたいなというふうに思うんですが、一番上にある、人文社会科学棟の、この静大で一番大きな講義室、300人ぐらい入る講義室で、基本的には大きな授業は受けます。だからつまりみんなが、受けないといけない授業とかっていうのを受けます。で、その他は、共通教育、エルト、多分みんなバス降りて通ってきたんじゃないかな。共通教育エルト、これは下、この、建物よりも下に降りていくところで、受けます。で、なぜかっていうと、この共通教育エルトっていうところに、経済学科の先生の研究室があるので、基本的にはここをメインで、授業を、していきます。で、こういった、まあ、授業が、教室があったりとか、あれ？あ、できた。まあ、ちょっと大きめの授業、教室があったりとか、あとは最近できた、そのマップにちょっと書いてある、共通教育エルトのところに書いてある静岡ルーム。で、これは後で学生たちもちょっと紹介してくれると思うんですが、木の家具を、まあ、ふんだんに取り入れた、緑豊かな、自然豊かな部屋、演習室ができたので、ここも今日開放しています。なので、ぜひ、まあ、この後、大学の施設も、一緒に見ていってください。
で、まあ、授業、さっきも言いましたが、静岡大学は、総合大学です。で、この、静岡キャンパスの理学部、農学部、教育学部、競争グローバル、などなどあります。で、そういった中で幅広い教育を受けるための仕組みになってますよ。で、まあ、基本的に1年生から2年生、特に1年生は教養科目、一般的な大学生として、こういった知識とか教養を持って、持ちましょうというような教養科目が中心になります。まあ、語学とかキャリアデザイン、あとは、まあ、文系に進んでくる、学生なので、ちゃんと理系のことも知っておきましょうね。そういった、自然科学の分野もちゃんと受けましょう。だから理系の先生たちが、まあ、授業を、してくれます。あとは、まあ、地方国立大学で、まあ、地域のこともちゃんと学びましょうね。で、静岡、特に地域性が豊かなので、まあ、地震防災とか、茶の世界とか、富士山学とか、そういった、いわゆるこう地域志向的な、科目もあります。で、専門科目、つまり2年生、経済学科やその他の、学科の専門科目っていうのは2年生とか3年生からどんどん増えていきます。で、その中で、さっき言った学部共通専門科目、学部全体で展開しているような授業科目があったりとか、経済学科の中でやっている授業科目があります。で、それは、まあ、講義系と演習系で、まあ、講義系はこういうふうに一方的に先生が話して、それを学生がひたすらノートを取るとか、まあ、そういったことを、します。で、こういったパワーポイントをこう示して、まあ、こうでこうでこうでって授業を説明していって、学生たちはひたすらノートを取っていくっていうような、授業スタイルです。で、一方で演習系科目っていうのはどっちかというと少人数で、一緒に考えましょう。で、後で、学生たちが、発表してくれるようなゼミの研究とかそういったものが演習系科目に、なりますよ。で、最後にさっき言った自由科目で、まあ、他の学科、他の学部、他の大学の授業もちゃんと、受けて、しっかりと合格したら、卒業の、単位というか卒業に、必要な、授業科目として、認めますよっていうのが、こういった、まあ、授業の仕組みになっています。で、多分大学の授業の最大の特徴が時間割がスッカスカです。で、高校、みんなが今もう全部入ってるよね、授業。で、これ1年生の授業なんですが、心配になるぐらい授業はありません。で、1年生がよく、初めに質問に来ます。大丈夫なんですか？これで僕たち、私たち卒業できるんですか？いや、できるよ。で、これが普通だよって言います。で、まあ、なぜ普通なのかっていうと、大学の授業はまず1時間半です。90分。で、その他に予習復習をちゃんとしましょうね。だ授業時間だけが授業じゃありませんよ。その前後の予習復習の時間も授業時間ですよ。だから、普通にこういう風な、キツキツでない時間割をしとかないと、じゃあテストとかちゃんと教えたことが身につきませんよ。勉強したことが身につきませんよ。っていうふうに、まあ、なっています。なので、いわゆる上限を決めてます。もうこんだけしか取れませんよ。前期、後期。それぞれの楽器でこんだけしか取れませんよっていうような、なっていたりとか、あります。で、さらに大学の授業では期末試験とか、まあそういった他にレポートっていうようなものがあります。で、ひょっとしたら一気にこの授業、のやつがレポート、この日まで提出してくださいってなったら大変だよね。で、これを全部入れてたらきっとレポートは書けない。っていうので、こういうふうに、大学の授業って、まあ、時間割って、すっかすかになっているけど、それにはちゃんと理由がありますよ。多分、この後大学生活の方の、学生の、発表班が、そこら辺の話もしてくれると思います。で、さっき言った演習系ってどういったものがあるの？で、基本的に4年間、すべて演習系で、全部、まあ、1年生から4年生を通して、そういった授業があります。で、まあ、基礎演習、まあ、批判的に、本を読みましょう。つまり、本を読んで、ああ、読んだだけじゃなくて、専門書を読むっていうことがどういったことなのかとか、
自分の考えを持ちながら本を読んで、そこから新しい発見をしていきましょうとか、新しい考え方を身につけていきましょうっていうような、演習の時間があったりとか、ディベートをやりましょう。で、まあ、ディベートって多分みんなも高校とか中学でやったかもしれないけれども、まあ、一つのゲームです。で、まあ、それをちょっとこうやって、まあ、ディスカッションができるような練習をしていきましょうとか、まあ、そういったことをやっています。で、3年生、4年生になると、自分のやりたいこととか、こういった先生のもとで勉強したいなっていうので、いわゆるゼミっていうのがあります。で、これに関しては、後で、学生たちに詳しく説明してくれるので、まあ、説明を省きます。で、まあ、こういうふうに、大学の授業っていうのが、成り立っています。基本的には講義系の科目。大きな講義室で先生が一方的に話していくような講義科目と、こういうふうな、演習系でなっている、いわゆるアクティブラーニングとか、双方向的授業みたいな、お互いに、こう、会話のキャッチボールをしながら、いろいろ考えながら、授業をしていくっていうような二つの、ものに、今は、分かれています。次に、まあ、入試。多分みんなが一番気になるかなって、まあ、思うんですが、まあ、入試、昼間コース、まあ、さっきちょっと示したんですが、この経済学科には昼間コースと夜間コースがあります。で、みんなが今っていうのは昼間コースのオープンキャンパスなので、昼間コースについて話をしていきます。で、みんなの袋の中に、令和7年の入学者選抜に関する要項っていうのが多分あるよね。この今年、受験をする、今年度受験をする人たちの、情報がまとまって載っているやつです。ので、この後説明するのは基本的には抜粋です。で、なので、必ずそういった、この募集要項とか、今配布されているような要項を必ず、まあ、チェック、してください。で、4つあります。で、一般選抜、いわゆる前期後期、2月と3月に行われる前期後期。で、学校推薦型選抜。で、総合型選抜。まあ、昔は AO 入試って言われたやつです。で、あとは留学生の選抜っていう、こう、4つの、やり方がありますよ。それを簡単に、紹介していきたいと思います。で、まず一般選抜。みんなの、持っている要項の22から23ページに、載っています。で、これは、まあ、共通テスト、大学入学共通テストっていうかな。それを、まあ、受けた後、2月25日が前期日程、3月12日が後期日程で受ける、ものです。で、まあ、経済学科何人募集しているかっていうのは、要項に書いてあるので、そのうちの95人、が前期日程で、15人が後期日程で、入学、共通テスト、どれを受けないといけませんよというのは、募集要項とか、入試情報のところに書いています。で、それぞれの配点、前期後期で、皆さんも知っているように違うので、注意をしてください。で、大きく変わった点は、まあ、小論文というのは独立しました、前期日程は。今までは国語の中にあったんですが、その小論文が独立して、小論文という、入試科目になったので、そこだけが、そこが大きく、変わりました。で、あとは、後期認定は、個別学力検査は小論文のみに、なっています。はい。で、続けて、学校推薦型選抜。で、これは、要項の47ページに書いてあるものから、抜粋しています。で、募集人員は、22人。で、出願要件は、まあ、詳しくは、要項とか見てほしいんですが、まあ、いくつか特徴的なものとして、まあ、ここに書いてあるリーダー会場の人とか、やっぱり経済とか経営を学んでいく、いうような強い意欲を持った学生を求めますので、そういった能力とか、適性とか、将来性がある人を選抜していくというような基準を設けています。で、選抜方法は、来年の2月8日に、実施されて、大学入学共通テストと、個別学力検査、まあ、この、まあ、読解、経済、経営に関する資料の読解とか評価能力を通試験。で、過去問題も、出ているので、どういった試験内容なのかなって、まあ、
関心がある人はぜひ過去問題とかを参照してください。で、次に総合型選抜。総合型選抜は10月5日なので、まあ、あと2ヶ月ほどになります。で、まあ、これは専門学科とか、総合学科枠で6人、っていうふうになっていきます。で、ここに出願要件いくつか、抜粋したもので、まあ、商業、とかの科目を20単位以上習得、まあ、見込みを含む人とか、A 段階以上の人、学業成績が。で、こういった資格、を2つ以上持っている人とかっていうのが、まあ、出願要件に、なってきます。で、大学に、10月5日なので、大学入学共通テストはまだなので、この入学共通テストは課しませんよ。で、個別学力試験は、聴講論述、試験が、あって、まあ、講義を切って、その内容とか、資料を題材として課題について論述、筆記をしていきます。で、その他に、事前にレポートが課されるので、その、レポートを提出して、まあ、質疑応答というような面接がありますよ。というふうに、なっているのが総合型選抜です。で、まあ、私費外国人選抜は4名で、日本留学試験の利用とか、まあ、個別学力試験と、面接があって、まあ、小論文、英文読解を含んでいますよというのが、私費外国人留学生選抜です。で、こういった4つ、の、選抜の方法から、が、この入試、まあ、経済学科の入試ではあります。で、まあ、詳しくは、皆さんが持っている、まあ、要項だとか、のまた、後々、大学から、正式に出ていく、入試要項とかをチェックしながら、まあ、どういうふうな、まあ、形で、まあ、受けようかとか、どういった入試があるのかなというのは確認をぜひしておいてください。で、まあ、こういうふうに、まあ、大学に入って、で、大学で勉強をして、じゃあどういうふうに、どういうようなキャリアを進むのかなとか、まあ、大学の中で、ただ専門だけを勉強していくのかな。で、まあ、就職に向けてどういった、準備をしていくのかな。で、就職、じゃなくて、例えば、大学院に進学するとか、まあ、そういった、まあ、学生も、いるので、まあ、そこの、就職と、まあ、キャリアについて、最後、説明をしたいと思います。で、これが一応人文社会科学部、他の学科も含めての、進路別決定者の、まあ、表になってます。で、まあ、企業、民間企業、で、公務員、県庁だとか、市役所だとか、国家公務員、霞が関の、役所だとか、あとは教員、まあ、高校とか中学校の教員。で、まあ、その他就職で大学院進学とかっていうのがあります。で、この学部で見ると、まあ、基本的には民間企業が多いですよ。で、結構この人文社会科学部の特徴は、公務員が多い。で、30% の人たちが、まあ、国家公務員なり地方公務員に就職しています。というのが、結構特徴的です。で、まあ、県内出身者は、まあ、県内の、まあ、行政機関、自治体に就職したりとか、県外の人たちは、自分の出身の県に戻って、県庁とか市役所に就職するという人たちが、結構多いです。で、まあ、民間企業では、まあ、経済学科なので、まあ、金融とか保険とか情報通信、まあ、とか、まあ、製造の中でも、例えば事務だとか、そういったところに就職するとか、人たちが多いですよ。で、これは経済学科、を抜粋したものですよ。で、まあ、経済学科においても、まあ、企業が約6割なんですが、ここに書いてある 30% 以上が、公務員になっている人たちです。で、結構やっぱり1年生で入ってくると、公務員になりたいですという、学生が、います。で、まあ、進学、大学院に進学するのは、まあ、2名ぐらいで、で、県内の就職者が、まあ、71名で約半分ぐらいです。で、まあ、こういったものが、経済学科の、まあ、特徴で、まあ、学部案内とか、大学案内とか、ホームページに、
具体的にどういったところに就職しているのかとかっていうのは、まあ、載っているので、またそれを、ぜひ、見ておいてください。で、じゃあ、こういった就職、就活とか、まあそういった、あとその準備って、どういうふうな、ことをしていけばいいのっていうので、もうすでに1年生からキャリアに関する授業が入ってきます。で、絶対受けないといけないっていうのがこのキャリアデザイン、1年生のもう前期でそういったことを勉強していきます。で、まあ基本的に大学っていうのは専門教育、まあ経済学なら経済学に関する専門教育。で、一般教育、教養教育、まあ、語学とか、その他のいろんな専門外の授業をしていくもの。で、もう一つがキャリア教育っていう、こう、三つの教育が、今、セットになっています。で、それが一つ、こういったものが一年生からちゃんと、こういった授業があって、専門の先生とかがサポートしていますよっていうのがあります。で、まあ、あと、キャリアを考える中で、留学っていうのも最近、まあ、留学をする学生たちが増えています。語学能力をつけるとか、まあ、そういったことを考えながら、あとは、やっぱり、考え方とか、視野を広くして、まあ、就職したいとか、自分の、まあ、将来していきたいことを、実現したいというように、まあ、考えて留学をするっていう学生もいます。で、留学に関しては、さっきのちょっと動画の説明でもあったように、大学と大学が、提携を結んでいる、パートナーシップを結んでいるとか、この人文社会科学部と他の大学の、そういった、ある特定の学部が、まあ、パートナーシップを結んでいる。まあ、それを利用していくっていうことが、一つできますよ。で、それはまあ、中期とか長期、半年で行くとか、1年で行くっていうような、まあ、期間で行くことができます。で、まあ、その他に夏休みとか春休み、大学は、今夏休み、ちょうど入りましたが、ここの静岡大学は、9月30日かな ?9 月30日まで夏休みです。2ヶ月間あります。で、春休みも2月の初めあたりから、次の入学シーズンまで春休みです。なので、夏休み、春休みは2ヶ月ぐらいあります。で、何もしないっていうのも一つ、手なんですが、そこで何かをするかしないかで大きくひょっとしたら変わってくるかもしれなくて、そういった時にインターンシップ、企業にインターンシップを行ったりとか、留学、語学留学を行くっていう学生が多いです。まあそういった短期プログラムも、準備されているし、まあ、ひょっとして自分が行きたいこと、やりたいことっていうのが、こういった大学の中にないっていう学生に関しては、私費留学、例えば休学をして、半年間行きますよとか、1年行きますよっていう学生ももちろん、います。で、まあ、最後に、まあ、どんな資格取れるの?で、特に、まあ、先生になりたいっていう、まあ、希望する学生もいるかもしれません。という中で、この経済学科は、中学校教員一種免許状、社会と高等学校教員一種免許状、公民っていうのが、取れますよ。で、ただ、まあ、さっき、出したように、この人文社会科学部で、教員に、まあ、なった、数がそんな、まあ、多くないんですが、でも、ちゃんと教員の免許を、取ることもできるので、まあ、その代わり教職課程を取らないといけないので、さっきの専門とか、教養とか、プラスアルファ、教職免許に必要な授業を受けていかないといけないので、まあ、忙しくなるのは、忙しくなるんですが、そのために、ま、先生を目指すっていう、人たちもいるので、まあ、教職の資格も取ることができますよ。多分このオープンキャンパスの目的は、皆さんに大学ってものを知っていただくってことにあるのだろうというふうに思います。私が覚えているのは、高校から大学になったときに、どこでもかしこでも全部土足だと思ったのを覚えてます。基本的に土足なんですよ。そして、教授というのは皆さん個別の部屋に行って、なんか難しそうな研究をしている。特に経済学科の場合、先ほどありましたが、経済学科というと文系の王道のような感じがするんですけれども、最近やられているのは文理融合型で、理系の方々と一緒に学んでいく、いや、教育をしていく、あるいは研究をしていくってことを一番推進しているのが経済学科です。なので、やっぱり数学には力を入れてほしいなっていうふうに思います。
そして、今まで静岡大学のことをもうちょっと喋っていくと、多分この静岡キャンパスの特徴ですけれども、壁がありません。浜松キャンパスに行くと、浜松キャンパスは全部壁で仕切られている。多分皆さんの高校も全部壁があるんですよ。で、他の国立大学どこ行っても全部すごい壁があって、門があって、絶対侵入許さないぞって言ってるんですけども、この静岡キャンパスだけは壁がどこにあるかというと、正門のところに2メーターずつくらいの壁があるだけで、あとは自由に入る自由で、朝起きると、その辺のおじいさんおばあさんが散歩をしています。犬を連れたりとか。こんなに緩い大学は、多分、世界にもない。大抵はすごい皆さん、イギリス行っても全部壁で覆われているというのが大学ですけども、静岡キャンパスだけは地域に開放されていく。先ほど分離融合と言ってましたが、分離融合って考えているのは、清水で、あるいは松崎でとか、いろんなところで地域の中に出かけていって、そこで理系と協力して、そしてその、地域から世界に打って出るっていうふうなことを盛り上げていこうと思っている。そういうところの旅にいるのはこの経済学科ですので、経済学科、元気な学生が多いです。多分、横田さんも元気な学生だったんですけども、はい、今の同窓会の会長、全国同窓会の会長だった海野徹さんという方も、経済学科の卒業生で、以前参議院議員をされていましたが、なんかすごく元気な方がいらっしゃるのが経済学科っていう、そういう印象があります。皆さんも、この経済学科の雰囲気をなんかこう少しでもかじっていただければなって思います。私からは半端だったんですが、学部長の挨拶といたします。どうもありがとうございました。じゃあそれでは、これからは、学生が、発表するので、温かい目で、見てあげてください。で、お茶飲んだりとか、今のうちに、ぜひしてください。で、これから、報告っていうか発表してくれる学生は、みんなの資料の中に、大学案内っていうのが多分あります。出来たてほやほやの、今年度版の大学案内です。これ写真撮ったのが、その、共通教育エルトにある静岡ルーム。今日開放しているので、ぜひ、見に行ってほしいんですが、これから出てくる学生は、そこに載っている、写真に載っている学生たちが、いるので、本当にいるんだって、こういった人たちなんだっていうふうに、見てください。で、この後、その静岡ルームというところと大学図書館の今、ゼミの発表の展示をしているので、そこに、昼間、午後とか、ゼミ生たちが、今日、これから話すゼミ生も、何人か、そこに立ってくれるし、他の、横田ゼミの学生たちも立っているので、学生たちと、話せる、貴重な機会なので、ぜひそっちの方の、大学図書館のギャラリーと、共通教育伝統の静岡ルームにも、行ってみてください。じゃあ、大学生活について、話してもらう、グループ、よろしくお願いします。こんにちは。静岡大学人文社会科学部経済学科3年の木村ねねです。学生生活について紹介していきます。大学生活を紹介するにあたって、この大きな4つの流れで説明していきます。まず、高校生と大学生、同じ学生でも何が違うのか、大学生はどのようなものなのか説明していこうと思います。大学生は一言で表すと、ズバリ自由です。経済学科は実習などもないので、必修の授業以外は自由に授業を取ることができます。大学生は人生の夏休みと言いますが、あながち間違いではなく、自分がやりたいことや興味を持ったことをとことん追求できます。例えば、取りたい資格の勉強だったり、海外旅行だったり、バイトをたくさんして社会勉強をするでもいいし、留学もできます。私は大学1、2年生の間に、札幌、大阪、神戸、名古屋、東京に旅行に行きました。あと、レンタカーで弾丸横浜旅行とかも行きました。しかし、その分自分が負わなきゃいけない責任も
たくさん生まれます。必修の授業の単位が取れなければ、進学、卒業できないこともあります。実際に私の友達は今、2年生をやっています。では、資材の経済学科で何が学べるのかをざっくりと説明します。基本的な経済の知識はもちろんのこと、世界的、そして国内の経済の歴史を学べる授業も開講されています。英語の他に、すいません、初級外国語といって、英語の他にこれら4つのフランス語、ドイツ語、中国語、韓国語から選択して学ぶことができます。また、学部内の他の学科の授業も履修することができる授業があります。ここからは実際に大学生がどんな日を過ごしているのか、どんな一日を送っているのか、ちょっと紹介していこうと思います。経済学科4年の石川あかりんです。出身は関東の栃木県で、大学進学を機に初めて静岡に行きました。大学入試の日に初めて静岡に来たので、静岡4年目です。趣味は地元の J2 クラブ栃木 SC の応援をすることで、全国各地いろんなスタジアムに行って、現地でカメラを持ちながら観戦する、いわゆるカメラ女子です。バイトはコーヒーチェーン店と塾で、週4日、5日ぐらいしています。4年生になると、授業も少なく、バイトと趣味に没頭する毎日を過ごしています。バイトをしたり、週末はサッカーを見に行ったり、資格の勉強をしたり、自分のペースで自分の好きなことができるのが大学生の一番いいところであると思っています。ちなみに休みの日は家でダラダラと YouTube を見たり、友達とラーメンを食ったりするのが好きです。すごくざっくりとしてるんですけど、授業がある日はこのようなスケジュールで過ごしたりもしています。資材は他の大学に比べて一限が始まる時間が8時40分とちょっと早いので、一限がある日は早寝早起きを頑張ったりしています。お昼は家で食べたり、大学の学食を利用したり、お弁当を持ってったり、パンを買ったりして、空き教室で食べたりと結構いろいろあります。空きコマといって、授業と授業の間が空いてしまうときは、一回家に帰ったり、図書館で勉強したり、空き教室で友達と過ごしたりしています。バイトがある日は、授業終わり、そのままバイトに行ったり、何もない日は家で自由に過ごしたり、授業が始まる時間、終わる時間は日によって違うので、うまくバイトや他の予定を入れるようにしています。さっき横田先生も話されてたんですけど、時間割に結構大学生は余裕があるので、空き時間を有効に活用できるというのがいいと思います。空きコマにレポートをしたり、あと私の友達はバイトをしたりもしていました。大学生で気になっていることの一つにサークル活動もあると思います。私はフットサルのサークルに入っていて、週2回の活動の他にバーベキューとかハロウィンパーティーとかイベントを行ったり、サークルの同期と旅行に行ったりしています。左側の写真はバーベキューしたり、あと富士急に行ったり、いろいろ、結構、大学生活、サークルの割合も結構多かったです。同期みんな仲が良くて、学部学科の垣根を越えてたくさんの友達ができました。静田にはたくさんのサークルがあって、春には新入生向けの説明会とか、あとビラ配りとか、SNS とかがで告知があるので、自分に合った興味のあるサークルに所属することができます。結構いろいろよさこいのサークルとか、和太鼓のサークルとかもあるので、よければ、ちょっと資材のホームページとかにも載ってたりするので、見てみてください。私が栃木出身っていうのもあって、やっぱり総合大学とか国立大学のいいところは、学部学科問わずに日本全国から来たいろんな人と新しく知り合うことができたり、自分が極めたいことができたり、あと新しい趣味ができたり、
大学4年生は4年間はあっという間に過ぎてしまうほどたくさんの新しい出会いがあります。では、在校生から集めた静岡大学ってどんなところというところを紹介させていただきます。でその前に、2人とも自己紹介されてたので僕も自己紹介したいと思います。名前が川添と申します。よろしくお願いします。僕は出身が九州の福岡県というところなんですけれども、なんで、それで静岡大学に来て初めて静岡に住んで、で、まあ、大学は4年生なんですけれども1年休学してたので、静岡自体は5年目という形になります。で、スライドの方に戻らせていただきます。なので、在校生から集めた静岡大学ってどんなところというのを、紹介させていただきます。で、スライドの方を見ていただきたいんですけれども、これでですね、なんとなくのイメージを伝えればな、伝えることができればなと思うんですけれども、同じ学科の友達でもそれぞれがサークルやバイト、や資格などですね、好きなことにチャレンジしていつでも戻ってこれるお家のような場所というのが、在校生の中から集まりまして、こういった感じで、イメージしていただければなと思うんですけれども、ということで、皆様がこの静岡大学に入学された際にはこういったですね、温かな雰囲気の学生の先輩たちや同級生に囲まれながら、自分たちのやりたいことや、目指しているものへチャレンジして、人生一度きりの大学生活を楽しんでいただければと思います。で、スライドの発表はこれで以上になります。何か、質疑応答の時間になりますので、何か質問がある学生の方いらっしゃいますでしょうか。ぜひこの機会に、学生たちに何か質問したいという人いませんか。はい、どうぞ。なんで在学生、はい、第二外国語はどうやって選びましたか。どうやって基準、僕は第二外国語は中国語を選んだんですけど、その時の理由が父親に言われて中国語がいいよっていうふうに言われて、なんでかっていうと中国人は人口が多いから中国の方がいいっていうふうに言われて、それで中国語にしました。はい、私韓国語だったんですけど、なんか中学の時になんか時代韓国ブームみたいなのがあって、なんか若干本当に薄っぺらい知識がちょっとそこにあったので、ちょっと活かせるかなと思って韓国語を選びました。レンちゃんは何を選びました私は中国語を選びました。受かった後になんか冊子が届くんですけど、その第二外国語何にしますかみたいな、それをこう本当にやりたいのがなくて読んでるときに、中国語では静岡って書いて人間って読むんだよって中国語の先生が返して、あ、じゃあこれにしようかなと思って決めました。以上です。僕はドイツ語を選びました。まあ、何十年か前の取材だったんですが、ドイツ語を選んで、まあ、みんなのこうよりは崇高な理由があって経済学をやるならドイツ語だろう。で、まあ、マルクス経済学っていうのを僕は静岡大学で学びたいなと思ってたんで、資本論っていう本をドイツ語で読もうって、ドイツ人の経済学者だったんで、ドイツ語をこう、まあ、
専攻して、今はドイツ語全く喋れなくて、フランス語を喋れます。ちなみに僕は、ね、フランスに9年ぐらい留学してたので、フランス語はペラペラです。で、ドイツ語はもうほとんど忘れました。はい。じゃあ、他に質問。お、上がった。結構上がった。そもそも休学した理由が、休学した理由が、自分が3人兄弟で、で、それのお兄ちゃんの進学とかも重なって、で、それでちょっと家にお金がないよってことだったんで、で、学費稼ぐためにいっぱいバイトしようと思って休学してたんで、で、その時に、まあ、コンビニバイトとかもいろいろちょっといろいろやって、で、それでずっとバイトで食いつないでいたって感じですかね。で、休学中は学費もかからない0円なんで、まあ、そこに関しては僕はずっとバイトも本当に毎日何かしらあるぐらい、休みが全然ないよぐらいの感覚でバイトやってたんで、お金には別にその時は困らなかったです。という回答でよろしいですか？ありがとうございます。どういたしまして。はい、他に、そこら辺に、もっと大きく、今日、俺が話したい、私が話したい。嬉しい。サークルとアルバイトを両立したいなっていう感じで思ってて、私の伝え方もなかったかもしれないんですけど、今本当に様々なアルバイトを暇つぶしにやってるって感じだから、そんな週4とか週5とかあんまりやってないんですけど、なんか週2とか週3とかでお金ないって感じなんですけど、サークルってなんか部活とかと違って結構もう緩くて、私のサークルなんか割となんか飲み会の時にしか来ないとか、イベントの時にしか来ないし、人も多いし、なんか、体を、もともとサッカーやったから、ちょっと体を動かさないと気持ち悪くて、ちょっと動かしたいよとかの時にサークルに行くって感じなので、バイトは多分人によるし、なんかそのバイト先にもいると思うのでわかんないんですけど、私の友達とかも結婚式場でバイトして、休日はもうバイトせずに土日だけ、かついバイトを入れて次8万とか10万とか稼げる友達もいるので、自分はなんかどう組んでいくかによっても全然両立もできるし、なんかそこまでなんか両立が、なんかもう高校の部活と授業とかの方も全然両立難しいと思うので、それは本当に緩い感じで考えてもらえればと思います。実際どれぐらい両立している人がいるんですかという質問だったんですけど。すいません。あ、でも、両立できてない人とかはあんまりいなくて、なんか、でも、なんか全部できたいって人もいるかもしれないけど、なんか正直、なんか両立できなくなってくる人って、大体なんかどれかが欠如してくるんです。なんか、バイトに集中すぎて、なんかとか、あとサークルも飲み込みすぎてバイト行かなくなることもあるから、なんか、本当に人によると思うんですけど、私の周りはみんな、なんかバイトもして、サークルもして、授業もちゃんと行ってくる、会うして、友達が結構多いから、周りの人間関係によると思うんですけど、私の周りは全然、みんな、98% ぐらい。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ次。高校時間なんですけど、僕は大学1、2年生の時は、ゼロに入ってたんで、大体徒歩10分ぐらいでした。で、休学明けて、で、また戻ってきて、一人暮らし始めたら、大学の近くに家借りたんで、その時でも徒歩10分、敷地内までが10分ですね。敷地に入ったら、教室までがもう10分15分あるかなみたいな感じです。なんで30分ぐらいです。はい、私は1年生の時からずっと大家に住んで、自転車で
駐輪場まで5分くらいで、人文社会科学部経済学科は人代工を使うので、人代工に駐輪場から山を登って10分くらい、15分くらいかかります。いや、本当に山登りだと思っていただいて構わないです。人代工というのは人文社会科学の大講義室っていうので人代工と言います。はい。私は、人の動物があったので、もう大学の近くに住まないと思って、めちゃめちゃ大学の近くに家を借りたんですけど、今日、県来た人分かる通り、大学入ってからが長いんですよ。だから、マジで大学の敷地内まで、散歩ぐらいで行けるんですけど、ここまで、私今日、8時集合で、7時57分に家を出て、8時2分ぐらいかかりました。めっちゃ走って。だから、登校時間は、家から大学、プラス10分を見た方がいいと思います。人代工、人文島って、ここからもう一個、ここから先がめっちゃ長いんですよ。みんな夏とかすごい、ファンディーファン持ちながら汗だくで登ってったりするので、プラ15分とか見てるじゃないかな。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい。そっちに、いった一番向こうの列。先ほどスライドで人文社会科学部は天空の城みたいな感じだったんですけど、それはどうして天空の城と呼ばれているんですか？山の上に人文塔という塔がそびえ立ってて、高速とかから、そこ高速通ってるじゃないですか。あそこの車の中からとか見ると、本当に山の上にポツンってあるので、なんか、多分パンフとかにも、パレットとかにも、なんか入ったら帰ってあったんですけど、通称天空の城。本当に理学部とか農学部とか教育学部はあるのに、人文島だけなぜか本当に上にあるんですよ。だから、天空の城って呼ばれてます。ちなみにそれぞれの学部の塔には通称がついてて、で、人文塔は天空の城で、農学部が、確か陸の孤島で、教育学部が要塞って言ってたかな。で、理学部は不夜城って、多分実験で寝ないっていう通称が出ているので、多分検索したら静岡大学でこうキャンパスとかなんか、塔とか、通称って書いたらいろんな、ものが出てきますので、ぜひ、検索してみてください。ありがとうございます。あ、じゃあ後ろで、最後真ん中の子で。なんで真ん中の就職の人はそんな髪色なんですか？あ、僕ですか？はい。なんでこんな髪色かっていうと、難しいな。就活が、僕終わりまして4年生で、今年の2月ぐらいですね、終わりまして、2月ぐらいに就活が終わりまして、で、それから、内定式っていうのが10月にまたあるんですけど、でもまあ学校、大学生活、学生生活のまあ最後の年なんで、まあ、ちょっと髪色で遊んどこうかなと思って、10月までの間に、ブリーチしたりカラー入れたりして、で今ちょっと、色落ち期間ということで、こうした色にしております。はい。よろしかったでしょうか？学生の就職活動状況は髪色で分かります。基本的に黒い時は、ああ就活中なんだな。で、色が突然変わってくると、終わりました終わった、はい、じゃあこれから色変わる。パンフ金髪なんですよちょっと見てほしい
大体そういうので、急に色が変わるので、まあ、そこら辺は自由なので、大学生って。で、まあ、それで、教員たちは、就活中か、就活無事に終わったんだなっていうのを見分けます。はい、じゃあ次、最後、真ん中の子、青いシャツの子の質問で、はい、お願いします。自分は将来お店を作ったり起業したいんですけど、最近必要な知識ってここで学べますか？はい、学べると思います。僕の、まあ、4つ6つ上の先輩とかになっちゃうんですけど、その人もなんか起業して、でそれをどっかの会社にバイアウトして、で何かしらまた就活して、でそれがアピールポイントになって、で何かでっかい会社に入ったみたいな話は聞いたことがあるんで、まあ、ここで学んだことを生かすプラス何かこう人脈みたいなのが、それこそサークルであったりとか、まあ、先生とのつながりとかも大事だと思いますし、そういうのを、駆使しながら、まあ、そういうのも含めて大学での学びだとは思うので、そういうのも含めて、まあ、複合的にというか、総合的な力が、こう、起業するとか、そういう会社を立ち上げたいっていうには必要だと思いますので、そういったのは、大学で学べるのかなとは思います。はい。私の友達でも、起業したいって1年生の時から、なんかリーダーシップセミナーとか起業したい学生向けの活動をなんかワークショップやったりとかっていう友達がいたんですけど、その子は結局自分には合ってないと思って今就活してるんですけど、その基礎知識がないとそのワークショップとかでも話にそもそもついていけないってその子は言ってて、そのマーケティングだったりミクロマクロとかめっちゃ勉強してたので、ここでちゃんと勉強してワークショップとかも、あとやりたいことはその時間が自由にあるので自分で見つけて参加していって、それも人脈に繋がったりとかになると思うので、ここで学べることは基礎知識になると思います。ありがとうございました。多分実際に起業した人もいるし、学内ベンチャー制度みたいなのがあって、そういったことをこうサポートする体制もあるし、教員もベンチャー企業を立ててくれって言われているので、僕すごくプレッシャー与えられてて、いつも、多分この後の、ゼミの、授業内容の紹介で、まあ、そういった結構起業に近い、ことを、まあ、教員も学生もやっているので、まあ、どんどんと起業してほしいなというふうに、まあ、僕は思います。はい、時間になりましたので、学生生活の紹介は、これで終わりたいと思います。3人どうもありがとうございました。じゃあ続けて、ゼミの、活動ってどんなことしてるのとか、学生ってどんな研究をしてるのっていうので、次のグループに、報告してもらいたいと思います。こんにちは。人文社会科学経済学科の現代産業ゼミのグループ紹介を始めたいと思います。まず自己紹介、3人の自己紹介の方から行っていきます。経済学科4年生の山本一太です。出身は愛知県の半田市というところで、大学進学を機に静岡で一人暮らしをしています。趣味は、僕は中高野球をやっていまして、なのでプロ野球観戦が好きで、地元の愛知県のプロ野球球団である中条の僕が大好きです。以上です。早かったな、中条。こんにちは。静岡大学人文社会学部経済学科4年生、奥村隆太郎です。僕もこのゼミに所属してまして、そうですね、今4年生なので2年目ですね。2年目でこのゼミでずっと楽しくやらせていただいてます。で僕出身は愛知県の名古屋市に近い長久手市というところが地元で、ほぼ名古屋市って毎回言っちゃうんですけど、長久手市が、長久手市の人さすがにないですよね。今日県外から来た人、
お、すごい。県外から。愛知県の人。愛知県の人。名古屋市の人。お、どこですか。もう森山。森山、近いですね。どこですか。中川区。中川区。近いですね。中川区。いいですね。で僕、趣味は高校からずっと軽音やってまして、まあ大学でも軽音サークルに入ってるんですけど、まあベース弾いてます。で、今多分サッカー部とか野球部の人もいっぱいいると思うんですけど、まあ大学にはいろんなサークルだったり、趣味を見つける場があると思うので、まあその今やってることに限らず、好きなことに挑戦していってもらいたいなと思ってます。今日はお願いします。同じく4年で経済学科の現代産業のゼミに所属している鈴木玲奈です。よろしくお願いします。東北地方出身の人っていますか。来てないですか。いないですか。来てないですか。宮城ですか。そうか。私は福島県出身なんですけど、東北ってこう断じてるからちょっと近しい気持ちがあって嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、私の趣味はアイドルグループだったり、ガールズグループだったり、そういったグループを応援したりとか、映画館やアマゾンプライムとかで映画見たり、ドラマ見たり、あとは高校時代にやっていたストリートダンスがあって、ストリートダンス踊ったりとか、いろいろ見たりするのが好きです。私は皆さんと違って、3年次編入って言って、3年生から静岡大学に来たので、まだ2年目ですね。静岡に来て2年目です。なんか、もし、編入どこにちょっと興味があったら、ぜひ聞いていただいたら、いろいろ答えられるので、その時はぜひお願いします。じゃあ、こんな3人で、ゼミについてちょっと発表していきたいと思うので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、これからゼミ紹介の方をしていくんですけども、全体的な流れとしては、1番で最初に大学という場所、2番で現代産業のゼミについて、3番で、私たちが研究している中で、私たちが形、4番で、その中でも静岡大学で学ぶ意義、最後に質疑応答が流れていきます。はい。最初にゼミ紹介に入る前提に、大学という場について軽く説明していきます。大学とは、自分自身の好奇心を広げる場であるということです。大学の勉強は、それぞれの自分の好奇心のもとで一周したい授業を選択し、専攻する分野、学問を深め、より専門的な内容を自ら学ぶことになっていきます。はい、次に、答えのない日々、自由責任からですけども、大学はそれまでの高校生活と学生生活と違って、大幅に時間と自由度が増えます。そのため、部活動をはじめ、サークル活動やアルバイトなど、友達との遊びの時間や大学生でしかできない体験など、さまざまな体験ができます。しかし、何をしてもしなくても自由っていうところがあるんですけども、その反面、責任がより高校生活の時よりも伴うといえます。そのため、個人的なんですけども、有意義な大学生活を送るには、学業と部活、サークル、バイトなどのプライベートも両立と好奇心に従って、さまざまな大学でしかできない体験があると思うので、それぞれに積極的に参加する必要があると考えています。次に私たちの現代産業論ゼミについて紹介していきます。現代産業論ゼミというのは、ちょっと名前だけではちょっと何をしているのかって具体的にわからないと思うんですけども、現代産業論ゼミは地域における産業、いわゆる地場産業について研究しています。日本にはさまざまな地域それぞれの特色のあるいろいろな地場産業があると思うんですけども、その中でも静岡大学がある静岡の地場産業である家具産業について着目して研究しています。で、私たちの最終的な研究の目標としては、身近な木の可能性、それを広げていくことがあります。静岡は先ほど話した通り、日本の中でも五大産地に数えられるほどの家具産地なんですね。なんですけども、なかなかその歴史は江戸時代から遡るんですけども、それを知っている人ってこの中にどれぐらいいますか。一
ょっと手を挙げていただきたいんですけど、静岡が家具産地っていうの話を聞いて知ってたよっていう人、手を挙げてください。2人ですかね。その声が静岡の現状といいますか、家具産業の現状でして、やはり IKEA などの海外からの安い家具の流入により、静岡を含め国内の家具産業というのは苦境も立たされているというのが現状です。その中でも私たちは右側のキーワードをもとに、経済の面から木材の流通、ものづくりを学び、環境面からの経済面からも環境面からも地域の豊かなものづくりを目指しています。またそれに必要な木を使い育てることの関心、愛着を広げる活動を行っております。私たちがその中で地域の豊かな森を形成するに欠かせない人々が木を使って育てることの関心、愛着を広げる活動の一つとして、展示会説明会を去年と今年行いました。この展示会では地域の職人、家具職人さんたちが作った静岡家具の展示会を行っております。この展示会は静岡大学図書館の横のギャラリーで行っておりまして、この後の午後大学内を散策する時間があると思うんですけど、その時にぜひ行ってほしいです。この展示を通して私たちは身近な企業の良さの認知度の向上と、多くの人と意見交換をして身近な家具を使う意味について考えています。身近な家具の持つ価格などの経済的な価値だけではなくて、地域社会や環境に良い影響をもたらすことのできる価値の可能性について調べています。ではなんで経済学科でこんな家具だったり森林のことを学んでるんだろうって、正直なんでだろうと思った人いますか？なんでみたいな。俺ちょっと数学とかやりたい、ありがとうございます。そういう人多分多いと思うんですよ。で、僕自身もこう入った時はまあカリカリ勉強して数学、まあなんか数式とかやるんやろうなって思ってたんですけど、で実際問題それどうなのかって思った時に、やっぱり地域の産業だったり身近なこの買い物、これももちろん経済活動だし、何を買うのかっていうところはやっぱりこういろんな市場だったり、こう勉強していく中でたくさんあるんですよね。でも僕たちはこの家具をメインに今研究してます。で、それはどういうことかっていうこと、まあこういうことなんですけど、少しじゃあちょっとこれ見てください。こういうことなんですよ。で、実際にやっぱ静岡って山もあれば海もあれば川もあって、すごい自然豊かな場所なんですけど、ちょっとそれになんかちょっと静岡っていい場所だな、自然豊かな場所だなと思っても、それを実際使ったりそこに行ってみたりそこで楽しむ人っていうのが、まあ、どんどん少なくなってきてるっていうのが今の現状なんですよね。で、やっぱそれを僕たちが変えていかなければならなくて、それをどんどん使っていったり、どんどんそこで楽しむっていう、そういうところを僕たちは、まあ、生み出していくだったり、そういう気持ちを持つ人を増やしていきたいという思いを持ってます。で、実際にこの前ちょっと街で飲んでたら、隣にちょっとなんかおっさんみたいな人がいて、で、そのおっさんが、奥静って分かりますか？静岡のちょっとね、山奥の方の木を使って家を建てた。それ、まあ安く使えるみたいな制度が県であって、それで家を建てたんだ。で、それ安くできたのはいいんだけど、それ実際使ってみたら、その場所で生きてる、そこに感謝して生きてる、そこに感謝、その場所に感謝しながら生きるっていうの、この感覚が生まれたってそのおっさんは言ったんですよね。そこで始まり、その場所の木を使ったことで、初めてその場所に住んでるっていうこの実感が湧いたっていう、この本人からの話聞いて、やっぱりそうやって地域のものを使ったり、やっぱその場所で生きていくっていうのはそういった意味があるんじゃないかって僕は信じてます。で、そういう研究を今してて、まあ、横田先生はちょっと変わった人なので、まあ、いろんなことやっちゃう人なんですけど、やっぱそういう楽しいことを
どんどん研究していけるっていうのがこの静岡大学の良さだと僕は思ってます。で、はい、次です。はい、で3つ目は私たちが目指す形と題して発表していきたいと思います。ここでキーワードになってくるのは身近な木を生かした静岡家具作りです。先ほど言ってたように自然あふれている静岡に生息しているような身近な木を使った家具作りですね。こういったところが私たちのゼミのキーワードになっていきます。これまでのゼミの活動を通しての分かったこととして、私たちは森と多様なつながりを持ち共存してきたというところがあります。例えばこうキノコを取って食べたり、タケノコとか取って食べたり、それあとは木材を使って建物を建てたりとか、家具をそれこそ作ったりとか、そういった形で森からの恩恵を受けて、私たちもこう森に手入れをしたり、そういったことでお互いに相互にこう補い合うというか共存してきたという今歴史というか、そういったものがあります。ですが皆さんもご存知の通り、こう物質的な成長を目指してこう経済活動を行うために大量生産、大量消費ということで、安く物をこう海外からとか仕入れて安く売る、そういった活動にこう人間たちの勝手なこう呼び方で木材を利用してきてしまったという現状が今あります。そういった結果からこう森と人との距離が少しずつ遠いものになってきてしまっています。ここにいる皆さんの中にも、もしかしたらあまりこう森に入ったりとか自然に触れた経験がないよとか、そういった自然とかに触れることがちょっと怖いなっていう意識を持っている方も中にはいるかもしれません。私たちはこの静岡という地域で身近な木の家具というものをキーワードとして、作り手と伝え手の距離をこう近づけていき、聞いては森と人との距離を近づけるような、そんな拠点に私たちのゼミ、そして静岡大学を拠点として発展させていけたらいいなというふうに考えています。実際に私たちも山の主とか林業とか木を切る人とか、あとは県でこう森林に関する枯れ子働いている方とか、他にも木を製材する人とか、あとはそういった製材された木を使って家具をデザインシーンを作る方とか、そして私たちのような学生代理こう木の家具の使い手である、そういった様々な肩書きや職業、まあ、ここにもあるように年齢や性別が、そういったもの関係なく、いろんな人々が集まり意見を交換できるような交流拠点にしていきたいと考えています。皆さんが留学して3年生になる頃にはきっともっとね、私たちの後輩とかがいろいろ引き継いでくれて、よりこうやって身近な木っていうところから森と人との距離をつなげられるような、ゼミにできているかなと思うので、ぜひ入っていただいて、その発展に貢献してもらえたら嬉しいなと思っています。じゃあ最後に4番、静岡大学で学ぶ意義っていうところなんですけど、やっぱこの好奇心、やっぱさっきも、学長とかの話でもあったように、壁がないっていうのが結構な特徴で、まあ、いろんなところに、まあ、自分たちの好奇心は、まあ、向いていくと。で、僕はまあ勉強、僕は勉強だけど、まあ、彼らはバイトだったり、まあね、遊びだったり、まあ、僕も遊び、飲み、たくさん楽しいことをしてきました、しています。やっぱそういうのは、まあ、別に両立できなくても、その本当に失敗してみてもいいと思うし、どんどん好きなことにこうチャレンジしていって、あ、これだっていうのをこの4年間で僕は見つけれるんじゃないか。で、僕はもう見つけました。で、彼らも多分見つけてます。なんで、それは、その4年間で、その試行錯誤しながら、こう見つけていってください。それを楽しんでください。で、やっぱその、いろんな人がいて、例えば、まあその、編入してきた彼女だったり、休学した彼だったり、なんか9年間もフランスにいた先生だったり、あの、まあ、留学生の方だったり、本当にいろんな、まあ、あの、社会人の人もいたり、いろんな人がいるんですよね。で、やっぱそういう人、僕も高校生の時はちょっと下に構えて、なんかこんな感じで授業を受けて、なんだこいつみたいな思ったんですけど、やっぱり大学入ったら、もう、それは全然違って、いろんな人に声かけてみて、これわかんないんですけど、とか聞いてみたら、絶対みんな喜んで答えてくれます。
で、もうどんどん聞いてみたり、話してみてください。今も隣の人、隣に座ってる人って結構、まあ、結構な確率で隣に座ってると思うんですけど、なんかどっから来たのとか。それで、同じ趣味じゃんみたいな、そういう話も絶対あると思うんで、まあ、この後だったり、その午後の、まあ、キャンパス歩くことも、なんか今日一人で来た人も、もう帰りは友達と一緒に友達になってたりする可能性もあるんで、どんどん話しかけてみてください。で、僕たちも、それ大歓迎なんで、午後、図書館の中にあるギャラリーと、L 棟にある3階、L 棟の3階にある静岡ルームってところで待ってるんで、そこ来たら、いろんなお話しましょう。もっとプライベートなお話をたくさんしましょう。で、ここに、ここですね、静岡、図書館の中、すぐ入って、左手にギャラリーあって、L 棟の3階のね、329っていう場所に、静岡ルームっていうのがあるんで、そこも、くたちゃ立ってるんで、ぜひ、午後は、お昼、お昼食べて、ゆっくりして、ぜひ来てください。待ってます。はい。ということで、質問タイムです。はい、質問ありがとうございます。そうですね。それまでの人と、経済成長する中で、人と森との時間、キーワードもあるんですけど、人と森との時間というのがありまして、やはり人っていうのは、椅子とか机っていうのは今欲しいじゃないですか。それが今欲しいものだと思ってて、10年後、50年後欲しいから今木を切るってことはないと思うんですけど、なので、木を切った後に、その木が成長するまでっていうのは、大体50年ぐらい、50年ほど時間がかかってしまうんですね。その時間、自分たちの人間が欲しい時間と、森林たちが成長していく時間っていうのが、今までは合っていなかったってことがあって、森林の過剰伐採の問題っていうのが今までありました。そこで私たちは、人と森との時間っていうのを、もっと人の時間ではなくて森の時間、森が成長していくスピードに合わせる必要があるのではないかなと考えております。そのために、そうですね、森林の過剰伐採にならないような、伐採の仕方であったりですか、そういったものについて研究しています。ノーコメントで。っていうのは嘘で、まあ、安いし、あと、制度として、制度っていうか何かな、食堂パスっていうのが存在します。で、1日なんか600円ぐらいかな。で、それはね、なんかね、僕はね、まあ、はがきがこう来るんですよ、家に。実家に届きます。合格したら実家に届いて、で、まあ、その1日600円かける、その、年間ですよね、何日か。で、なんか大体年間、何だろう、7万とか、もうそれ10万とか、結構高いんですよね。もう年間でパンって払っちゃうと。それはもちろん僕たち払えないじゃないですか。ってなると、まあ、パパだったりママだったりに、お願いして払ってもらうと。そうしたときに何が起こるかっていうと、昼飯代が浮くと。実質タダで食えるんじゃないかっていうのが多分僕たちの学生の意見だと思うんで、まあ、その食堂パスっていう制度だったり、まあ、キャンパスペイみたいな制度っていうか、まあ、マナカとかペイとかの同じような感じのやつあるんで、マナカじゃスイカか。まあそういうのは、まあ一つ、金銭面、経済面的に、やっぱ経済学なんで、経済的に僕たちにとっていいんじゃないかと思ってます。まあ、味に関してはノックです。ちょっとフォロー。どういうことだ？味は美味しいんですよ。まあ、安くで、まあ、いろんな種類選べるんで、それぞれ食堂、大きな食堂は2つあって、大学に。でその他に農学部に第三食堂とかっていうのがあったりして、メニューがそれぞれちょっと違うので、なんか今日これ食べたいとかここ空いてるとか、第一食堂は結構空いてる時間も長いから、自分が好きなメニューがあったりとかなかったりするかもしれないけど、僕は学生の頃は結構あんまり食べてなくて、ですごく並んでたので、で家が近かったので下宿してるところが、まあ空き困って授業終わったら食べに帰ってまた授業出てくる。でも、
今結構僕利用してます。で、ご飯美味しいし、おかずもいくつかあって、僕はハンバーグ系とかミートソース系をよく食べるんだけど、結構美味しいので、学食もいつでも、一般の人も食べに来れるので、ぜひ食べに来てください。自分の舌で判断をするっていうのが一番重要です。はい。そもそもなぜこの静岡大学に進学しようと決めたんですか？先生も含めて教えていただきたいです。これさ、こちらも来させている？じゃあ、鳥で一番最後で。僕は正直北海道大学に行きたかったです。正直ここの場で行っちゃうと怒られちゃうかもしれないですけど、多分結構僕の周りだと少ないと思います。第一志望の人、正直な話多分少ない。でみんなそういう他行きたいところあって行った。で最初なんかちょっとこんな感じみたいな感じで来るんだけど、来てみたらめちゃくちゃ楽しいじゃないかと。やりたいことができると、ぜひ受けて待ってます。僕は大学院進むつもりなんで、もしかしたら会うかもしれないんで、お願いします。以上です。はい、僕が静岡大学選んだ理由としましては、僕は愛知県の半田市出身で、そうですね、大学は一人暮らしがしたいなって気持ちがありまして、やっぱ実家出たいなと思って、でなるとやっぱり国立大学が学費も安いしいいかなって探してて、あんまり愛知県から離れた、それこそなんか九州とか東北とかにはあまり行きたくなくて、近いところを探そう、でも一人暮らしできるところって考えて、やっぱ静岡、自然も豊かだし、なんか今まで行ったことなくて、僕入試の時に初めて行ったんですけど、その静岡の、そうですね、自然の豊かなところとかに惹かれて、静岡大学を選びました。私は3年次編入っていうことで、ちょっと皆さんの受験の方法とかがいろいろ違うんですけど、私はそもそも高校じゃなくて工業高等専門学校、いわゆる高専出身なんですね。中学卒業後に高専に入って5年間、高専といっても工業系ではなくて、こう電系というか経済とか商業とか経営とか、なんか情報とかそういったことを学ぶ高専の学科に通ってたんですけど、結構その高専って卒業後にすぐ就職する人と、まあ、編入する人っていうのがあって、私はその中で編入を選びました。で、なんで静岡大学選んだかっていうと、その編入って日程さえ被らなければいくらでも大学受けられるんですね。で、その中でこう受験科目として TOEIC と経済の専門科目のなんかマクロとかミクロってのがあるんですけど、そういったものと面接っていうことでこう受けやすい受験の方法だったっていうところと、結構その高専で勉強してたことの中で地域活性化みたいなところに興味持って、なんか地域の、ね、こう動画とかを作ったりとかいろいろやってたんですけど、そういった経験からちょっとこれを編入の時にホームページ見た時に、なんかこう地域活性化じゃないですけど、まあ、なんか財政みたいな視点から何かこう関われないかな、ちょっと勉強できないかなっていうところもあって、そういった視点からちょっと静岡大学に進むなと思い選びました。まあ、でも第一志望ではなかったです。また横国に行きたかったですね。でも転入難しかったです、とても。それが今4年生が共通テスト1期生だったので、もうなんか問題がなんかどう出るか分かんなくて、もともと私横浜市立大学の国際小学部にしたくてずっと勉強してたんですけど、国語で大受けして、センター利用をあるので共通テストのなんかワントンと自己対してなんか出すんですよ、なんか模試の会社に。でそれでなんか全体のなんか、バランスとかの志望者とかの、それを見て判定が出るんですけど、なんか、点数調整がその年入って、点数調整入んなくて C で、点数調整入って B だったんですよ。なんか、で、静大がちょうど A だったんで、すごい迷ったんですけど、なんかもう、
安心したいのと、あとなんかこの学校の卒業生に、初め社長っていうのが、初め社長、めっちゃ近いんですよ、家が。本当になんかそこの大学の本番とかであったりもするんで、なんか初めに会いたくて、の、あとその、教授テストの判定も加味して、教授テストのアップ決めました。私はもうちょっと前向きな理由だと思うんですけど、まずは前提として国立に入ってほしいって言われてたので、国立選んでて、で、例えば東京の大学とかだと、キャンパスが2個に分かれて、理系、文系とかになったりするんですよ。で、私は理系の友達も欲しかったし、文系も他の学科もたくさんあったら楽しいなと思ったので、こう、理系文系両方あるキャンパスの国立大学が良くて、で、実際今、その理系にも、農学とかにもたくさん友達がいるし、そういう、なんだろう、人が、いろんな人がいそうだなっていう理由で選びました。はい、じゃあ最後、僕は第一志望じゃなかったです。で、しかも浪人してれば、現役の時にサッカーをやりすぎて、秋まで残ってしまったので、受からないだろう。で、浪人してものすごく勉強したんですが、センター試験、今の大学入学共通テストで、ちょっと、1科目失敗してしまって、で、その当時は3科目の、センター試験で入れた大学だったので、ここ。で、まあ、静岡大学に入りました。で、ただ、多分静岡大学に入ってなかったら、今僕この場に立ってないから、で、きっと全然違う道行ってたから。で、まあ4年間ここを来て、ものすごく先生たちがこう、なんかこう、まあ厳しくでもあり優しくて、で、勉強したいって、で、もう入った時から大学院行きたいですって言ってたんで、大学院のための勉強をいろいろこう教えてくれたりとか、いろんな専門の勉強をこう、まあ、これ読んだらいいよとか、まあ、こう育ててくれて、まあそういった先生が、僕はここに大学、教員として来るときにまだいたので、同僚になるとは思わなかったんですが、まあなので、まあ入ってすごく、楽しくて、なので、まあ教員になって静大に戻ってきたいなと思ってたので、こう夢が一つ実現して、で、まあ現状、みんな言ってたように、第一志望じゃない、のが、一つ、こう、まあ、静大の、こう、特に経済学科の一番の大きな課題で、まあ、なので、今僕が、学生たちと一緒にやってるのは、ここを目指してもらえる大学にする。ここに入りたい。静大の経済学科が第一志望になるような、大学とか、学科にしていきたいな。まあ、なので、例えば、横田先生がいるから、静大の経済学科行きたいですっていう子が、どんどん出てくればなとか、こういった研究がしたいので、他の、ここじゃできないので、静大の経済学科に入りたいなっていうような、こう、目指される大学にしていきたいと思っているので、まあ、どんどん、こう、大学とか、この経済学科とか変えていきたいなっていうふうに、思ってます。以上です。3人の、学生たち、どうもありがとうございました。